2.0 ですね。ハーキリフが乗ってるバイクですけど、初めて実車見ました。こんにちは。初めて実車見ました。ありがとうございます。これってハンドル、ベースバーの幅って何ミリですか？幅ですか？ワンサイズしかないですよね。ワンサイズしかないですね。400？ ちょっとごめんなさい、パッドスペック表に載っていないので。あ、ないんだ。あ、いいです、いいです、ありがとうございます。ご検討いただいてる形です。いや、ご検討はさすがに無理かな。今220万。はい。フレームで100万です ですね、はい。いやー、なかなか手出ないですよ、さすがに。これってもうスラムだけなんですかね。いや、コンポ、製品版はピュラ S の DI2 になります。でもフロントはシングル。そうですね、そうです。フロントは2枚ですね。なるほど、はい。ただただすごいっていう感じで、フロントシングルだからどうなるんでしょうね。デュラだったら、フロントシングルだったら。あ、デュラはフロントシングルじゃないですか。あ、そうかそうか、はい、ダブルか、はい。ただただすごいですけど、このあのなんだっけ、ハンドルのここが外せるっていいですよね。高さも変えられるので。いやいや、あの結構バラすの大変なんで、輪行とかで。そうですね、輪行というか、あのアイアンマンって今ね、日本1個しかないので、はい、ほぼ海外じゃないですか。海外輪行で、しかもあの203センチに収めなきゃいけないんで、これはすごくいいアイデアだなって思ってます。あ、でもそうですね、そのハンドルもそうだし、あと、あ、そっか、これさえ変えればいいんですよね。今流行りの、あのなんかすごいですよね。すごいとしか言いようがないですけど、これ開けてもらっていいですか？開けて結構つけるのが、あ、無理なんだ。あ、じゃあいいです、いいです。基本的な仕組みとしては、こうねじっていただいて、こっちもパカッと外すと、あの取れるんですけど。どのぐらいもの入ります？これぐらいですね。はい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 、本当に同じぐらいのサイズ。はあはあはあ、もうこれが要はくり抜いてこの幅があるって感じですか？ポケット。なるほどな。皆さん何入れるんでしょうね。チューブと、あと、まあ、ミニツールとか、はいはい、ですね。あと、まあまあ、電動ポンプとか、はい、あぐらいですよね。あんまりね、厚さがないから、そんなには入んないでしょうか、ね。そうですね、チューブ1本、2本は入りそうですね。うん、いや、でもさすがというか、すごいですよね。もうここまで行ったら自転車じゃないですもんね。もう、そうですね。リアがこれ80ですかね。今スラムでついてる。あ、スラムというこのディープリム、ジップのディープって85ですか、はい、80で、前が50、45。自転車セットではないので。あ、そうなんですね、はい、はいはいはい、サンプルですね。なるほど。で、パワーメーターはついてはいない。あ、ついてないです。あ、ついてないんだ。はい、なるほど、なるほど。いや、すごいですね。最初見たとき、はい、ハイドレーションが入っていて、はい、900ミリは入るんで。ほう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 。ハイドレーションどこに入ってるんですか？この下。この、はい。これもあの同じ仕組みでパパって取れるんですけど。はいはいはい。このカルパックが、まあ、浅いんですけど、ここまでで、あ、その下がハイドレーションになってます。もうこのぐらいですもんね、ここ。そうですね。はいはい、まあ、ジェル数本入れていただいて。ですね。あとこっちは貫通してるんで。はい。あ、結構深いですね、はい、こっちは。こっちにボトルとか挿してもらって、はい、あの補充してもらえれば。お、はい、こっから入れるんですか。はい。で、ここは900ミリ。そうですね。お、結構で、2つつけて、まあ、リアもつけれるよと。はい、いやすごい。もう最初見た時に本当にすごいなと思ったんですけど、実物持っても結構、これも完成車で何グラムぐらいですか？これ何キロ？9キロぐらいです、ね。9キロ。はい。すげえな。ただただすごい。まあまあ。エアロだけじゃなくて、ちゃんと使い勝手良くなってきてるなっていうのは。ですね。もうなんかあのバッグつける必要ないですもんね。うん、いやー、うん、で見てもすっきり、全然ケーブル類出てないですし、あっちが先代の、お、はい、
え、もう、もうこれでいいです。シンプルですけど、ね。え、もう十分です。これでも今110万するんですよね。そうです。ただまあ、アルテの DI2 で12速で110万なので、結構お値打ち感はあるから。そうですね。リーズナブルはリーズナブルですよね。ね、なんか。これでも十分戦闘力高そうですけど。そうですね。すごいな、すごい。ただた、ただただ。これで何グラムぐらいですか？あ、何キロですか？18ないぐらいですかね。あ、ぐらい。10キロぐらい。フェルトってあれですよね。こっちとこっち同時に緩めて締めてっていうやり方なんですね。あ、これですよね。はい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 。すごい独特なやり方ですけど、すごい薄っぺらくてかっこいいですもんね。そうです。AR ってこっちのバイクと同じ仕組みを採用してました。うん、あ、そうですね。はい。でもそれ見てもあれですね。チェーンステーめちゃくちゃ太いですね。そうです ね力は全然逃げそうにないんですけど、はい、すげえなんか力負けしそうな右回りとかはかなりすごいすごいですよね、はい、もうね、あのダニエラリフとかしか踏めないようなカリーとかしか踏めないようなバイクかもしれませんけど、いやいや、すいません、ありがとうございました。見応え十分でした。ありがとうございます。